皆さんお久しぶりですね。なんで魚ポジショニング。今回はコラボにお呼ばれされちゃったんですよ。とても光栄なことですね。呼んじゃったの。やらかしたみたいに言うのやめていただけます。本日のコラボ主催者様はニョンのキャンプ飯さん。キャンプ飯をメインで作られてて、たびたび一緒にコラボさせていただいてるぜ。ただでさえ美味しそうな料理なのに、屋外だからさらに美味しそうに見えちゃって、ほっぺたが落ちちゃいそうで困っちゃうよママは。誰がママだニョン。マシロさんから始まるこのコラボ、後続にプレッシャーをかけるには十分すぎる。美しいケーキでしたね。スタートから上げていかないと、せっかくのコラボが盛り下がっちゃうからね。かっこよすんき。4000人記念でロコ式竹を配布されたロコさん、もちろん利用許可も土下座して頼みました。清涼感あふれる丸ごとオレンジやばかったですね。夏といえば私というところを知らしめてやりましたよ。かっこよすんき。何でもかんでもお菓子にしてしまう幼夢のお手軽お調理チャンネルさん。実はこの方だけ編集段階では何を作るかは一切不明。ミステリアスガールですからね。ですがきっと皆さんには楽しんでいただけたことでしょう。と楽しみなんですけど、どうしましょう。そしてコウマカンキッチンさん、かわいすぎ。ちょっとできれば料理の話してほしいんですけど。とっても爽やかなレモンムースはこの夏にぴったりでしょうね。というかこの新衣装ありえんぐらい可愛いので可愛いです。悪い気はしないので許しちゃいます。とんでもってやっぱ主催は違いますね。屋外でバームクーヘン作るなんて誰も想像つかなかったですよ。もうあなたが優勝です。大したことしか伝わってないよ。最後にこの上ダウナーでショートボブ、インナーカラーはブルーの女の子が好きな石塚が大鳥を務めさせていただきます。情報処理が完結しないんですけど、広く見れば俺は五条悟ですからね。ちな俺のスペック、誰もそんなの興味ないのだ。てめえは呼ばれてねえだろ。突っ込んでろドブカス。心とかないんか。挨拶もそこそこに。あれ挨拶だったんですか。今回のコラボは皆さんの紹介の時に使ったフリーの動画素材からお察しだと思いますが、柑橘類を使ったスイーツコラボなんですよね。甘いものは正義って人類誕生の時から相場が決まってるにょん。このクソ暑い夏ですからね、ちょっと酸っぱくて爽やかなスイーツが好まれます。疲れの元の乳酸を分解してくれるのがクエン酸らしいですからね。消化酵素も促進してくれるみたいですし、リラックス効果もあるそうですから、夏場に食べたくなるのは本能みたいなものですね。それ関係の仕事されてます。土着即詳しいですね。さっきからずっと淡々と後ろで作ってるものは何なの。こいつはクレームダマンドですね。フランスの伝統的なスイーツ、タルトシトロンを作ります。名前からすでに美味しそうね。レモンクリームの酸味とメレンゲの甘みがありえんくらいよく合うお菓子です。これがジャンキーさんの柑橘スイーツなのね。とっても楽しみだわ。まあこれプライベートで食べるようですけどね。プライベートでタルトシトロン作って食べる人いないわよ。これはメインじゃないので作り方はそこそこに。こっそり焼いてたタルト生地の粗熱が取れたら、クレームダマンドをまんべんなく塗り広げて、一回焼いたらレモンクリームを流して冷やし固めます。適当な大きさにカットして、タルトシトロンの完成。いやもうこれでいいのでは。そう、ツッコミおもろ。まあこれ過去に一度作ってますんで、どちらにせよボツなわけですよ。でもクソうまいので過去動画から作り方見てもろて。これから本命があるってことですか。そうですね、ウォームアップも終わったので、グレープシュゼットをしばいていきます。もしかしてフランベとかしちゃうやつですか。フランベイケメンになりたいので頑張ります。ちょっとよくわかりませんけど頑張ってください。まずは名前の通りグレープを作っていきます。そもそもグレープシュゼットって何ですか。なんか横文字だからおしゃれなのは五感で察せますけど。そこが判断基準なんですね。簡単に言うと、グレープ生地をオレンジソースで煮て、最後に燃やす。燃やす。だから私ってことですか。これは編集中の茶番作ってる時の偶然です。右の材料を全部混ぜたら生地の完成です。最後ダマにならないようにこしてあげて、気が済むまで焼きましょう。言ってもクレープなんてちょろ甘いイージーですからね。薄く焼けやなんでもいいです。お店や屋台で食べるクレープと違って、大きなものを焼くわけじゃないから簡単そうだにょん。テフロンが剥げるのが嫌なので、ゴムベラなんかを使ってひっくり返します。この調子で食べれるだけ焼いてください。次はソースを作りそうな感じだにょん。オレンジ味のカロリーを作っていきます。新しい概念が生まれそう。あ、にょんつけ忘れちゃったにょん。義務でやってたんですか。デブの金字塔、バターをぶち込んでいきます。ちょっと焦がしたくらいが最高に美味しいにょん。もうずっとちょっとだけ焦げててほしいにょん。ちょっとよくわかんないっすけど、香ばしくなったらオレンジジュースをぶち込みます。おすすめはトロッカーです。オレンジジュースがカロリーを吸ってる音がするにょん。この後に詰めていくので、砂糖が溶けたら一度火から外してください。次はオレンジの皮を剥いていきます。もしかしてくるくる剥いてくやつですか。それです。しかも今回は皮をメインで使うんですよ。興味深いですね。何に使うんですか。燃やすようです。燃やす。何するんですか。私の出番そろそろですか。あれはバグですって。完全に剥き切らずにちょっとくっつけておいてください。先ほど作ったオレンジソースを浅い鍋に移して、さっき焼いたクレープを4つ折りにしたものをぶち込んでいきます。ここでグツグツ煮込んでいくわけですね。とても美味しくなりそうですね。さらにこの中にお酒をどんどんぶち込みます。まずはコアントロー、オレンジ系のリキュールですね。とっても香り高いリキュールですね。カクテルにも使えるんですけど、それは専門の方に任せましょう。ついでにオレンジのフィレも煮ちゃいます。これは飾り用ですね。どんどん完成に向かっていってますね。しかもこれからあれが待ってるんですよね。それじゃそれをやっていきましょう。このオレンジにひっついた皮にお酒を伝わせてフランベするってわけですわ。おーかっこいいですね。今回伝わせるお酒はラム酒です。それじゃやっていきましょう。じゃ、ジャンキーさんゴンさんみたいでおもろい。これってもしかして失敗。まさか。なんだ失敗じゃなかったんですね。バレてないセーフ。被告何か言いました？僕って言ってますやん。こんなこともあろうかと。
はい、フランベ。だいぶ物理攻撃でしたね。私がやるのとあんま変わらないじゃないですか。すんません。最後にオレンジを絞ってあげて、味を整えたら完成です。トッピングは皆さんの好みで構いませんが、今回はオーソドックスなバニラアイスを用意しました。めっちゃ美味しそうだにょん。シンプルな盛り付けが一番美味しそうですからね。それではクソ長盛り付けシーンに移りましょう。ホテルとかによく出てくるグレープシュデットの完成です。岸に乗っ取った美味しそうなスイーツだにょん。どうぞ皆さんお召し上がりください。バニラアイスも溶け始めちゃってますからね。では早速遠慮なくいただきたいと思います。グレープが甘酸っぱいオレンジソースをふんだんにまとっていてとっても美味しいです。バニラアイスとの相性抜群ですね。一緒に煮たオレンジもとっても甘くて美味しいわ。オレンジの皮の苦味がアクセントになって甘ったるすぎなくてとても食べやすいにょん。これ本当美味しいです。美味しいので被告人は無罪ですね。まだ容疑かかってたんですね。てな感じで無事作り終えました。バカみてえに暑いこの夏に素敵なコラボに招待してくださった主催者様には改めて感謝ですね。やっぱコラボは楽しいにょん。これからお盆になりますから、私のような簡単に作れるスイーツやだいぶ手の込んだスイーツがたくさん出てきましたし、ぜひ作ってみるのもいいかもしれませんね。そして作ったやつ全部俺にください。それなんていう罰ゲームですか。お盆くらい俺もゴロゴロしてたいですし。気持ちはわかりますけれども、それと何やらコラボはこれで終わらないらしいじゃないですか。実はそうなんだにょん。あさっての8月13日に釣り仲間とやる企画、ゆっくり釣り飯コラボがあるにょん。自分で釣ったお魚で料理をするコラボだにょん。釣りですか、いいですね。私もやろうやろうと思い続けて早数年、このコラボを見たら私の重い腰も上がるかもしれません。では早速夜釣りに行きましょう。アメリカ映画くらい即落ちにコマじゃないですか。道具も割と揃ってるんですけどね。にしても前傾姿勢でしたけどね。今回のスイーツも豪華な面々でしたが、次の釣り飯コラボも魅力的な方々が集まっていると伺っています。それはとっても楽しみですね。今年のお盆は退屈せずに済みそうです。ほんとその通りね。一体何が釣れて何を作ったのか気になるわ。あさってまで楽しみはとっておいて、それまで柑橘コラボを鬼力しましょう。これは神からの啓示であり典型です。急に思想が傾いて宗教臭くなりましたね。おふざけはここら辺で、良い夏休みを。それじゃあ、またね。